お疲れ様です。今日はこちらドリルオールブレイカーやっていきます。さあ現環境トップクラスのね、はい、進化テスラと、まあ、進化ドリルを採用したデッキですね。でそしてまあ注目点はブラスターです。はい、なんかまあ別にプリンでもいいんですけど、まあ、ブラスター結構強いですね。正直ダガーガールもいるしプリンセスのタワーもいて、なんかまあどのタワーも存在する環境ではあるんですけど、まあ、結構ブラスター気に入ってます。俺は、まあ、ブラスターだとまあちょっとね対空とか薄くてもね、バルーンに強かったりもするんで、でラバはね溶かしてあとヤナム打てば守れたりもするかなっていう。タワーを変えるだけで意外と弱点をね補えたりするイメージがあるので、まあちょっとブラスターでね、いやマスケとかきついけどね。さあまあさすがに攻めたいか。でエクリプスは結構トルネが入ってるイメージがある。うわ、めっちゃいいスケーだ。いやだもん、これ、入ってるぞ。え、はみ出た、熱い。竹も取れてる。しかも、これは、お散歩もできますよ。取れねえ、ないのかな。ありました。え、ミスってろ。でこ。さあ、ドリル対決だとは思われます、はい。いや、これ、アド取ってんすよね。しかも、ドリルに対してこのデッキはね、ゴーストボンバー立ててあるんでちょっと強いんだよな。いやーなんか嫌ではあるか。あー進化スケか。俺そういえばブラスターなんやな。いやーノックバック強すぎる。ちょっとコスト使いすぎたかもっすね。多分ドリルっすね。まあ、飛んできてないだけで。ボムタワーなのやばくね相手。え、あそういうことか。マジアチャなんだね。対空どうすんだと思ってたんですけど、なるほどね。まあうまいなそれ。いやー強いな、なんかダイナマイトゴブリン。ここはまだ進化しないと。ボムちょっとドリルに強かったり。いや近畿化うまいな。いやでもウッドミスってろ。でかっ、マジででかい。このため次進化ドリル泣いて、でも勝てそうだな。普通に。進化テスラのちょっとでかいな。相性めっちゃ良さそうなんだよなさっきから。でボムをしばくヤナム打って、いやウッド打つけどみたいな。オールブレイカーも入って、おいおや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 。いやまあ対ドリルこのデッキはちょっと強い可能性もあるな。ゴーストボンバーいいの。マジアチちょっと嫌だったけどね。まあなんとかなりましたとさ、よろしく。まあドリルが単純に強いんだよな。まあ強すぎるか。やば。2連続でマジアチドリル来ることある。やべミスった。いやーまあ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 、まあ、許せるな。相手事故ってたな今。いやまあドリル環境すぎんな急に。マジゴーストゲー。よしトルネ博士とか待ったりします一応。あとまあキング起動嫌なんでねちょっと攻めちゃいます。
わあ、ナイトの位置いいなと思ったらわかんのか。近畿か。それつれえよな。でも2発出る。さあ、ちょっとでかいダメージっすね。許容できる？いや、できねえのか、それ。いい強だと思ったんだけどな。まあ、一応気持ち程度のケアしたけど、いらんかったか。うん。いや、相手の進化ドリルを、俺の方が抑えられるっていう話なんだよな。多分。で、ナイト裂いた後は、ちょっとゴーストユーナの受けがきついんだよ、相手。インフィだし。ゴブリンを拾いたい。いや、でかいぞこれ。え、なんか結構つまん。いや、進化助やばいが、負け筋進化助だけか俺。やばい。いや、でもでかい。ボンバームゴーストもある。そのオッケーオッケー。その負け筋だけやってくれれば、あとは気づいたらデカめのカウンターない。いや、ゴブリンに当てれなかった。下手すぎる。ユナ走れ。ポンチョン。いや、ボンバーマジで強いわ今回の相手に。これさ、ドリル嫌な雨でさ、しばいたりできねえから、贅沢。いいよ、これ間違えちゃおう。しばけねえか。いや、しばけてる。いや、てかボンバーが強すぎるわ。ふふ、マジで相性良さそう。いや、終わったっすね相手は。それはやっちゃったってやつだね。おめでとうございます。わあ、強っこのドリルを受けなきゃいけないけど、8枚のゴースト用のボンバーも相手して受けなきゃいけないんでね。なんならオールブレイカーも来るんで、そういう部分ではドリル対決ちょっと強いかもね。まさかの2連マジアじゃね。さあ、ブラスターだ。まあ、ブラスターにはオールブレイカー刺さんない。あー、コウモリが一番きついな。コウモリブラスターのデッキか。なんだろう。わー、ジャイスキラや。ジャイスキラか。あー、スキラースキラなんかやばいな。いや、でも受けが意外とね、苦しいんだね。まあ、ボーラー裂いたんでちょっと攻めたいけどな。いや、ユナ走んね。いやー、いい防衛ではあるが、コウモリいらなすぎる。やめてほしい。え、雪使ってくれんだ。入らないよな、あれ。でかくね。知らなかったんかな。今の入らないっす。いや、一本折って守りたいな。何あれ、やべ、これ待って、やっちゃったか。いや、ダクね。マジ終わりそういや、ダクね。いやー、まあスケラ打ってくれたことにはちょっと感謝しとくか。どうせ守れなかったしな。ちょっと変なくっちょんな全然微妙な攻めしちゃった。やべえ、やんなきゃよかったな、あんな。いや、でも一本折るためにはね、やんなきゃいけないみたいなのあるよな俺。やなめちてえな。やばい。まずい
どう考えてもまずい。来て帰るのかなこれ。いやマジさ、ブラスターだからさ、ダクネとかいうカードがもう、いやもうキングさローすぎん、さすがに。いやワンチャンたまたま入る。いや無理かいやスケラやばいな。なんか普通のスケラぐらいだってよかったけど、なんかボーラージャイ、いや今のきついな。ダニーゲーマー、まあ勝ち筋は最初ちょっとダメージ与えれてんで、なんか攻めすぎずちまちま耐えとけよかったか。さあゴブリンね、またブラスターよ。ブラスター多いんだよ。縦線強くね。え？これ自己ラン？うわあ、回転早い。いやでも右のボンバーが偉い。さあホグハルチェね。いやブラスターないなみんな。まあテスラか、まあなんなら縦線でも止まるしな。いやホグとかにはねちょっと強いんでね、ブラスト。やべずれた。よし、まあちゃんと守って、最終進化ドリルめちゃめちゃ強いと思うんだよなこれ。まあバルキリーハルチ、いやどうだろう、ちょっと怖いかな。事故れ、え、でかいでかい。いや、まあ、進化バルキリーいらんかったか。うん、いや正直このデッキはね、ファルチとか来ると逆サイにも行きたくはなっちゃうんですけど、いやマジ逆サイありだな、ありすぎるなこれ。ワンチャンロケまで来る。でこの状況で行きます。いや完璧すぎる防衛であるな、防衛であるなんか日本が難しくなった。マルチうま、テスラに読みロケットとか来ない限りね。よし、でかい。ユーノオルレが地味に強い。いや、いや、いや、ボンバ入ってる。マジ、ほぼ完封してるぞ。ここにロッキー来ないと突破されないんだよね。いや、いい取れねえや。いやーボンガ、いやーこのカウンター怖っ。でも進化テスラは存在してる。いやー来た。いやーマジケア偉すぎる俺。これこれロケ削りあるんで普通にやばいね。左にマジ固める。危な、なんその怖い。
マジロケで負ける。攻めなきゃ、ロケ2周来る。やばい、え、やばい、青すぎるそれ。やめて、許して、ロケある。やめて、飛来シーンとかない。いや間に合わない、ライトニング。よっしゃー、お花すぎる。いやー怖っ、バルチェ取るね。いやでもでかいな、バルキリーゴブリンファルチェにも勝てんのか。やなめだけでね、でかいでかい。いや結構ねブラスターがいいな。多分プリンターだったらあそこまで楽にね、ホグは止まんないと思うんだよな。あ、このタルタルみたいな親衛隊です。もじゃもじゃ親衛隊デッキですね。親衛隊ギャングみたいな感じか。あーやば、そのマイティオシャンティーバカーでいかれる。やば、あとロケホーみたいな感じのやつね。まあどうだ、そんな悪くはなさそうだけど、超いいかと言われてもまた分かんねえな。あんまこれ多分ヤナメ使わない方がいいんでしょうね。ふふふ、じゃあロゲもいます。でたまにホグとかいます。ホグの日もあれば、その新型ウォールブレーカースケルトンバレルかのパターンもあるかな。スケバレが来たら多分ホグはないけど、スケバレがこんな来ないかっていうぐらい来ないんで、まあホグパターンはちょっとあるな。いやボンバーあっちいいな、右も打っちゃい。いやマジナイス、ナイス。いや親衛隊がめんどくったいね。いやマジこれホグ説あるな、結構濃厚です今んとこ。進化オールブレイカーでもあんのかな、これにこんなんかね。そっち行っちゃった。いやホグ、え、来ないのかな今の状況で。いやめちゃめちゃ冷静な対応してはいます私。ホグじゃないかもな、じゃあ。いやで進化ドリルの時だけ俺は都合よく攻めちゃいたいな。ギャングとか来ねえ、来ねえのか。いやこれドリル、いやまあ強すぎるこのドリル防衛。今のやばいな、何でも止まんじゃん。じゃあやなめ、やなめもボイドも両方ある感じね。わかりました、勝ちました。こうなれば、ああでも進化親衛隊か。まあ待つか、ロケコにやなめって。別に相性はそんな悪くなさそうなんだよな。これ進化ドリルまだ回んねえんだ。でここの柳波がちょっとまずいってやつね。いやいや全然正直ねこれでいい。いや相手のなんかねその緑が、やべこの矢めやばい、ヘナチコすぎる。やべ攻めが下手すぎたな、矢めマンだな、いっぺんの嫌だな。
攻めが、いや待って、やば今の疑惑の一発来た。でかそれ、まあ、でかすぎる、流れが良すぎる。いや殴って、いやマジきついぞ。いや耐えたら勝ちだね、耐えたら勝ち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 、ナイスいやもう概要してさ、まあ、進化ですらだからできちゃうもんね。行こうって本当に進化ドリルで削るだけやないですか。ヤギミーン、おいっせいさんやペッカのね。いやボンバーが進化してなくてもさ地味に強いんだよ。内側じゃね。ちなみにこのデッキ、あの一星さんが使ってたんでパクったっす、まあ、昔からなんかあるデッキのね玄関鏡版みたいな、はい、同じデッキかな多分。まあ進化ドリルを適当に回すか。なんかお互いマジで削れなそうだなこれ。刺さんなくね、どっちもっていう試合だな正直。全然見てなかった。うん、このダメージで負けます正直。いいダンスすぎる。走ってくる。まああんま事故なさそうだなお互い。暇すぎるウォルベーク。じこれ。いや強コブリン。それ勝っちゃうね。まあ、次進化ドリルっすね。別にポイズンとかもないんで。え、でか。いやこれはねゴーストを使わせようとしてんだよな多分。進化ドリルだから。進化テスラか。いやでもゴースト入ってろ。そう近いな。なんかうがいといい防衛したな。なんか攻めすぎた。むずすぎんこのマッチ。まあユニットがね絶対残っちゃう試合ではあるな。いやボンバーが残った。やばい、お消えた。やばい、そのなんかすごい、おお、これはね左だったりします。
え？おい勝ったんや。いやこれもうなんか分かんなかったな。いやマジで分かんないわ。分かんないが勝ちました。ナイスまあ両サイ両サイ攻めもしやすいっすね。オールブレイカーもあるんでね。有能オールブレイカーとかもできるし、相手がブラスターだったら縦線流すだけでも強いしな。今回の相手これホグっすね。26っす。ちなみにえこれさ結構相手受けむずいぞ。うまそのホグのタイミング。いやウッド地これ、いやいいウッドするやん。良すぎだろ。あいこれか。うわこの人なんか今シーズン一番トロフィーが上がってる 2.6 億使いっすね。世界チーターな1週間ぐらい前。いやこれマスキョグもあるよ。いや絶対相性いい。橋前マスキョグマジケアだな。いや相手のホグ刺さんない。いやでも次かこれ2周目グ見てんな。いやマジ来るっすよこれ。テスラ壊れるぐらいで。いやーこの一発がね痛すぎる正直。ミスったくない。いやー結構ミスってる。いやこれ言っていいな。いやーこれウォールブレイカー入るぞ。ファイブねえだろ。いや2倍タイム。オッケー。うわマジででかすぎそのダメージ。マジでマスキョグしかない相手来ないかな。いやめっちゃ来そうだけどな。トゥトゥンっつって。いや諦めたか。わーでかいねー。いやマジでテスラ壊れなかったなね。オグ側突破できないんでね。うわーナイスー。俺ゴーストユーノとかドリルとかね好きなんでね、このデッキめっちゃ好きなんだよな。神すぎる。さあ撃破3100か。これで結構上がったぞ。さあ3134。おや、まあ、世界80いい。おいさあ来たぞ今年の世界大会出場確定ターさんや。ノリに乗ってるね最近の日本プレイヤーっすね。おドリル対決ちょっと相性いいんだ今んとこ。トルナルな最悪ね。いやあるよこれ。いや裏行っちゃおうかな。まあ緊急されたらされたみたいなとこねえかな。いやちょっとうざそうな攻めしながら。いやうまい。いやボンボンもう一発よしさあこれがインチキ攻めです。相手して右も左も大変だからな。しかもドリルのインチキ裏だとね結構感覚狂うっすからね。たまにやるドリル裏おすすめです。いや勝つぞ。わあテスラ先置くの偉いな。まあ進化ドリル貯めるわ。マジそれしかせんやんと思ってそう同じようなこんなしかしねえぞ俺は。いやうまいな冷静か。目がいいな今の。止めてくるか。学んできたっすねちょっとだけ。いやドリル対決ね。いや相手これドリル飛ばしてないのちょっとでかいな。やっぱドリル多く飛ばした方がね絶対有利になると思うんで。まあ進化テスラ置いてくるな。いや冷静だな一回守りの顔もします、はい、あのテスラがない時に攻めたい。で穴目もないとポイウッドか。
いやーいいね。いやマジいいぞこれ。あるぞ。流れがいい。進化ないとか勝てっかな。勝つね。うまいな。そんな完璧に守られたら困っちまうの。え？待って、進化ドリルってそんな止まるもんだったの？俺の知ってるドリルはさ、意外と止まんねえんだよ。テスラの延命がうめえの。いやーでも相性ちょっと良さそうだよな、どう考えても。進化ドリルだけね。いやテスラ高いって。やだなその位置。イモります。まあドリルポイズンがねちょっと嫌だね俺は。さあ本番が来ました。いやーそれ強えなー。いや俺右サイドに絞ることにはできたが、逆にタースさんこっからね進化貯めるまでちょっと時間かかるけども、今でかすぎる。やば、あんのか。マジ全然ある。やべ、痛い。はみ出ろ、はみ出ろ、はみ出ろ、はみ出んかい。いやマジきつい。でも相性絶対壊れてほしい。それはみ出んだよ。オッケー。俺のははみ出るよ。いやそれ殴れたのでか。マジある。攻めの手を緩めるでない。え？よっしゃ。え？でかすぎ？マジか。普通に嬉しいな。まあゴーストもオンマンもあるから相性いいだろうが。だがよ。だがしかし最強ターさんにも勝っていきますと。え？デッキ強くね？俺が強くね、このデッキの。え、やばい。皆さんこれ使ってみてください。え、なんか派手に合ってるわ。なんかね、なんか逆サイ、まあ、両サイドリルで攻めながらの逆サイ U のウォールブレーカーとか、なんか結構ほんと両サイでぐちゃぐちゃにやなんかやっとくといい感じになります。まあブラスターも良かったですね。ってことで、まあ、皆さんブラスターも使ってみてください。ではお寿司とまたに。